おる、途中の佐賀金佐賀金は、非前国鹿島藩の御天女中に受け継がれた織物。白糸を縦糸とし、剣士を横糸にするのが特徴である。鹿島金とも、約約33年ぐらいです。食器ではなく、織台という縦46センチ、横32センチ程度の小さな台に、教師と呼ばれる縦糸をかけ、網張りという火を、 簡略化したような針と竹べらで絹糸を織り込んでいく。網ロ型や、万実なぎ、菱型などの幾何学模様を綾織りと平織りで丹精に織り出し、気品のある華やかさと和紙を使った、独特の風合いを持つ。帯地などに使われることもあるが、現在は、カバンや財布といった小物の生産が主である。1931年に出版された、勝谷博吉著 富士津群人物少子によると、佐賀金は以下のように発生したと言われている。文青年間に、鹿島鍋島家の九代目藩主夫人であった、鹿塩家の方が病に伏せるが、その間、部屋のあじろ組の天井を見るうちに、その美しさに大変身を惹かれた。鹿塩家の方が、近所の者たちにあじろ組の天井の美しさを何か、身近なものに移したいと打ち明けたところ、 婦人を慰めるために、とある金樹が神折りを使って小物を作り、喜ばれたという。このアジロ組の小物が佐賀金の祖であったと伝えられる。佐賀金が本格的に生まれ出たのは、11代目藩主婦人である柳岡の方と13代目藩主婦人勝子が縦糸に紙横糸に面紙を使って手遊びで織り上げたことに始まる。 藩主の鍋島直明に勧められて、柳岡の方と、御天女中たちは紙糸を金箔糸に、綿糸を絹糸に変えてより美しい織物を作り上げた。これは、御天女中たちの間で受け継がれ、参勤交代の際にも幕府へ献上された。明治の初め、廃藩によって中奥が解体され、佐賀金は存続の危機となったが、佐賀金の消滅を惜しんだ。 大隈重信の肝入りで、1910年、ロンドンの日英大博覧会に出品されたところ、大好評を博した。これを機に、お組物、組金、鹿島金と呼ばれていたものが、産地を明確にするため、佐賀金という名称に統一されるようになった。縦糸を調節する、おこし板がついた折台を台に置き、裏にある2本の間軸に糊をつけて、 カメラのフィルムを巻く要領で和紙を巻き込む。縦糸となる紙を一寸幅あたり数十本の切り目を入れる。デザインにより、太いもので30割から60割まであるが、40割か35割がよく用いられる。折り台に巻き込んである和紙の中心に合わせて留める。縦糸に使う紙は必ず手すき和紙で、線が長いために粘り強く引っ張りに強い。 縦糸の下部に糊をつけ、数十本ずつ間隔をあけながら、和紙に貼り付ける。縦糸を整えながら、巻き棒を回して折り台に巻き込んでいく。オベリスク型を下柄の長い竹ヘラで縦糸を一本置きに、すくい上げ、反対側で同じ作業を繰り返す。上下に開いた縦糸の間に紙折りを通す。あばりと呼ばれる火の代用となる針に絹糸を巻き付け。 縦糸5.3、一ずつ拾って色鮮やかな絹糸を織り込んでいく。熟練者でも1センチメートルあたり2.3時間を費やすことも少なくない。佐賀県の支援を受ける佐賀県指定伝統的地場産品として鹿島金を呼び、佐賀金が別々に指定されている。また、佐賀金の染色作家である小賀文は佐賀金の技法を継承する。 重要無形文化財保持者に1994年に認定されている。ありがとうございます。